革命直後の難題に苦悶する、ケレンスキーの儀がアレクサンドル・ヒョードロビッチ・ケレンスキー1970年6月11日は、ロシアの政治家。ロシア革命の指導者の一人で、ロシア臨時政府大臣会議議長を務めた、社会革命党党員、弁護士、ケレンスキーロシア帝国のシンビルスクに生まれる。父・ヒョードルは、シンビルスク古典中高等学校の校長であったが、 教師になる前は、モスクワで商人をしていた。母なジェーダは、火山軍艦区中局長の父と、元ノードの母との間に生まれた娘だった。シンビルスク古典中高等学校の生徒の中には、ウラジーミル・ウリヤノフがおり、ケレンスキー家とウリヤノフ家は互いに親しかった。1887年に、レーニンの兄、 アレクサンドル・ウリアノフがアレクサンドル三世暗殺計画の首謀者として処刑された際も、ヒョードルは霊人を擁護していた。1889年に父が公立学校の監査官に任命され、ケレンスキーは父に連れられ認知の多種検討に移った。1899年にサンクトペテルブルク大学に入学し、歴史学と言語学を学び、 翌1900年からは法学を専攻した。1904年に法学の学位を取得し、同時期にロシア帝国軍将軍の娘オリガル・ボブナ・バラノフスカヤと結婚した。サンクトペテルブルク大学卒業後は弁護士となり、ロシア第一革命の犠牲者遺族の法律顧問を務めなード日記運動に参加し、1904年末に武装組織の一員の権威で投獄された。 ケレンスキーは彼らの弁護を通して世間から高い評判を得た。タブリーダ宮殿の庭園でトルドビキのメンバーと会う。ケレンスキー1912年にトルドビキから出馬して第4ドゥーマに当選しており、また、ロシアの民主的変革を求める反君主制勢力のフリーメイソン方式の結社に参加した。議会では、リベラル。 反定性的立場からニコライセ世と彼の内閣と対峙し、有弁家として知られていた。同年4月、東シベリアのレナ川流域の近郊で労働者らが軍に射殺されたレナ虐殺事件が起こるとケレンスキーは調査委員会の委員長となり、改革派議員としてその名を知られるようになる。 1916年11月2日開会のドゥーマでは第一次世界大戦における東部戦線での相次ぐ敗退と皇帝夫妻に取り入るグリゴリー・ラス・プーチンへの批判を展開し、閣僚を雇われ暗殺者、臆病者、卑劣なラス・プーチンの言いなりと断劾した。ケレンスキーはニコライ大公、ゲオルギー・リボフ、ミハイル・アレクセイフと共に、 ラスプーチンを徴用するアレクサンドラ皇后をイギリスまたはヤルタのリバディア宮殿に追放するようにニコライ二世に求めた。またミハイル・ロジャンコ、エリザベータ大公妃、マリア皇太后、ビクトリア大公妃もラスプーチンの影響力を排除するように皇帝夫妻に圧力をかけたがどちらの動きにも皇帝夫妻は応じなかった。1916年12月にラスプーチンは フェリックス・ユスポフに暗殺された。翌1917年に、ロシア臨時政府司法大臣となったケレンスキーは、サールス・コエセローのラスプーチンの墓を淡き地方に埋葬し直すように命令したが、運搬中のトラックが故障したため、遺体は路上で焼却された。ケレンスキーは回顧録の中で、ラスプーチンは、故郷のポクルフスコエ村に帰ると脅して、 アレクサンドラをコントロールしていたと主張している。2月革命臨時委員会のメンバー1917年3月8日、ペトログラードにおけるデモをきっかけに2月革命が開始されると、改革派議員の有力者と目されていたケレンスキーは、ロシア国会臨時委員会の委員に選出され、同時にペトログラードソビエトの副議長に任命された。三月十六日に臨時政府が樹立されると、 司法大臣として入閣した。4月には、英仏に戦争継続を確約したことが発覚して、批判を受けた外務大臣、パーベル・ミジコフと陸海軍大臣、アレクサンドル・グチコフが辞任に追い込まれ、ケレンスキーは陸海軍省に就任した。この時、兵士と労働者の人気は、ソビエト出身のケレンスキーに集まっており、臨時政府の実権も彼が握っていた。 5月23日には戦争継続を主張し、各地を遊説した。陸軍総司令官をミハイル・アレクセイエフからアレクセイ・ブルシーロフに変え、ドイツ帝国に対する攻勢を命令した。しかし、司令系統が破綻しつつある、ロシア軍は攻勢に失敗し、逆に7月14日、ドイツ東部方面軍は反抗に転じ、ロシア軍の前線は全面崩壊した。 ケレンスキーは敗北の責任を軍部に追及され、弁明に終始したが、兵士から説得司令官と揶揄された。ケレンスキーとコルニーロフ7月16日には、ペトログラードでボリシェビキが放棄する7月放棄が発生し、リボフは首相を辞任に追い込まれ、ケレンスキーは7月21日に首相に就任した。8月には、陸軍総司令官、 ラーブル・コルニーロフがボリシェビキ排除を目指し、ペトログラードに進軍した。9月9日にケレンスキーは、コルニーロフを降鉄したが、コルニーロフはコサック部隊を首都へと向かわせた。ケレンスキーは、ボリシェビキの赤軍に助力を要請、士気の低いコサック部隊は、命令を拒否して現隊に復帰し、コルニーロフは逮捕された。ケレンスキーは自ら陸軍総司令官に就任するが、 臨時政府の影響力は低下し、ボリシェビキが勢力を増大することになった。前線で兵士を鼓舞するケレンスキー9月15日、ケレンスキーは国語をロシア共和国に変更した。ケレンスキーは憲法制定議会が設立されるまで権力を維持しようと努めたが、社会革命党の理念である社会主義に反する共和制宣言により、党内から批判が生じた。 共和制宣言後、ケレンスキーは、外相ミハイル・テレシチェンコ、陸将アレクサンドル・ベルホフスキー、外相ドミトリー・ベルデレフスキー、優勢電信省、アレクセイ・ニキーチンを、最高会議員に任命し、自身が主席となった。以後、ケレンスキー政権は、この5人によって指導されることになる。当初は、兵士からの人気があった、ケレンスキーだったが、 戦争継続を訴え続ける彼に対し、ロマノフ朝が崩壊すれば、戦争は終わると考えていた兵士たちは、次第に平和、土地、パンを主張して、講和を掲げるボリシェビキを支持するようになった。兵士たちは次々に脱走し、1917年秋には、兵力は200万人まで減少していた。一方、ケレンスキーや閣僚は、戦争から離脱した場合に、 英仏からの食料供給が絶たれ国内が混乱することを恐れ、戦争を継続する以外に選択肢がなかった。また、反ボリシェビキで共闘する立場だったコルニーロフを逮捕してしまったことで、ボリシェビキに対抗する戦力も失っていた。10月革命執務中のケレンスキー10月上旬にフィンランドから帰還したレーニンは、ボリシェビキに臨時政府だとを呼びかけた。 これを聞いたケレンスキーは11月5日早朝に士官学校生徒などを動員してボリシェビキの機関誌印刷所などを襲撃させた。しかし、レフトロツキー率いる赤軍はこれに直ちに反応し印刷所を回復、郵便局、発電所、銀行を占領した。これに続きボリシェビキは11月6日にペトログラードで全面的な放棄を行った。 ケレンスキーが動員できる戦力は死の大隊と呼ばれる2個女性大隊のみだった。女性大隊はハンボリシェビキのために遺産で戦闘に参加したが、戦力差で圧倒する赤軍に敗北し、全員が捕虜となった。情勢の不利を悟ったケレンスキーは、東急殿を脱出し、彼を除く臨時政府の閣僚は全員逮捕、監禁されたが、後に追放もしくは脱走、亡命した。 プスコフに逃れたケレンスキーは、同地の騎兵部隊を率いて、ペトログラードを奪還しようと試みた。ケレンスキーの部隊は、チャールス・コエセロを占領したが、翌日には、プロコボで、赤軍との戦闘に敗れ、数週間を隠れ家で過ごした後、フランスに亡命した。ロシア内戦が勃発すると、ケレンスキーは白軍を、反革命右派、ボリシェビキを、反革命左派と非難しているが、 1941年の独ソ戦開始後には、ヨシフ・スターリンに支援を申し出ている。ワシントン DC のケレンスキー・ケレンスキーは亡命後も政治活動を続け、1939年にオーストラリア人の元ジャーナリストであるリディア・ネル・トリトンと再婚した。1940年にナチス・ドイツのフランス侵攻が開始すると、ケレンスキーはアメリカ合衆国に脱出し、 1945年からは、オーストラリアのブリスベンに移住し、彼女の家族と共に生活していた。1946年2月にリディアは、脳卒中を起こし、4月10日に彼女をと死別した。リディアとの死別後、ケレンスキーは再び、アメリカに戻り、ニューヨークに居住するが、多くの時間をカリフォルニア州で過ごし、スタンフォード大学の講師やフーバー戦争、革命。 平和研究所の研究員として、ロシアの歴史や政治史に関する記録を残した。また、革命政権時代に反ユダヤ感情を渦巻く、ロシアにおいてユダヤ人の人権保護を訴えたことから、ユダヤ系の人間から資金援助や支援を受けていた。その間、KGB は、ピエロのコードネームをつけて、ケレンスキーを監視し、一時は無力化すべしとまで報告したが、 結局彼は何も被害を受けることはなかった。1970年にニューヨークの自宅で死去した。10月革命の当事者としては最後の生き残りの一人であった。死後、ニューヨークの在外ロシア正教会及びセルビア正教会からボリシェビキによる政権奪取の責任を問われて埋葬を拒否され、遺体はロンドンに埋葬された。 最初の妻オリガトの間に二人の息子を設け、二人ともエンジニアとなった。オリガトは1939年に離婚したが、ケレンスキーはその直後にリディアと再婚している。孫のオレグ・ケレンスキー・ジュニアは俳優となり、レッツでは祖父のアレクサンドル役として出演している。ケレンスキーは従来女装を好んでいたという噂から、10月革命時には、 看護婦の姿に助走して、正常期を掲げた車で逃亡したという噂がバルト水平から生じていた。しかし、トローツキーはこれをデマであると主張しており、一般的には認められていない。車での逃亡も同様に伝説であるとされている。ありがとうございます。